皆さんと一緒にね、町の安全を守るために一日署長として頑張りたいと思います。じゃあ、はい、みんなでここにいるみんなで準備運動して、緊張解きましょう、そうだね、準備運動しよう、体動かそっか。ポッポくん、音楽お願いね。レッツナムリタイム。これはもしかしてどっかでやったことあるんですか。皆さんも一緒に踊ってください。最後に決めポーズだよ。エリちゃん、どうだった、まだ緊張してる？だいぶほぐれたかな。ありがとう、ナマリ。大丈夫？うん、遠慮しなくてもいいんだよ。本当はもう一回やりたいんじゃない？大丈夫。じゃあ、次行くよ。そうしよう、次に行こう。はい、では体も温まったところで。そうだね、実際にレニちゃんに110番通報の体験をしてみましょう、してもらいましょう。するする。あ、ほらほら、明らかに不審な人がいるよ。レニちゃん、ちょっと気をつけてね。じゃあ110番通報してみようかな。レニちゃん、変質者や痴漢のような場合には、すぐに110番通報した方がいいよ。痴漢は被害に遭ってから110番するんじゃ遅いからね。分かった、じゃあしてみるね。110、ピッポンパンポン、はい、もしもし。はい、110番警察本部です。事件ですか、事故ですか？あの、事件です。事件ですね、はい、被害に遭われたのはあなたですか？いえ、違います。何か不審者がいるんです。不審者ですね。場所はどこにいますか？三郷市のララポートにいます。わかりました。至急勤務員を派遣しますので、不審者の特徴を教えてください。まず身長は何センチくらいですか？身長はですね、168か170ぐらいの男性です。わかりました。洋服の色や特徴を教えていただけますか？白いロング T シャツにオーバーオールを着ていて、なんか可愛い女の子のワッペンをつけてます。それは可愛いですね。わかりました。何か持っていますか？銃みたいなものを持ってます。わかりました。人に危害を加えるような行動や言動はありますでしょうか？いえ、なぜか周りを警戒しているようにも見えますけど、うろうろしてます。わかりました。それでは顔に何か特徴はありませんか？ですね、何か目がすごく垂れたようなお面をかぶってます。わかりました。それでは同じ格好した芸能人とかを知ってますかね？確かですね、去年の7月あたりに、あの芸人の永野さんがこのような格好をされておりました。そうですか、わかりました、はい、それでは通報者の方のお名前をお願いいたします。私、高木玲と申します。わかりました、はい、それでは間もなく警察官の現場に到着しますので、はいはい、不審者に近づかないように安全な場所でお待ちください。はい、よろしくお願いします。埼玉本部から吉川調査方、不審者の目撃現状、三郷市新三郷ララシティ3丁目1番地1、ララポート1階スカイガーデン広場、詳細判明せずもララポート内でお面をつけ拳銃用のものを所持し周囲を警戒している不審者がいるとの申し立て、通報者高木なる女性、至急現場に係官を派遣、関係者等確保の上状況調査一報願いたい。吉川了解、受信船橋です。以上、埼玉本部。
レンちゃん、警察官が来るまでは僕たちが守ってあげるよ。わかった。後ろに隠れて。うん、助けて。お前は黄色か。お前は緑。どっちが動かんといてくれる。お前なんで。お前のすごかね。ピンクはすかん。お前はあこれだけおって紫色はないんか。赤もないけど、まあそれはええわ。レニちゃんに恥かかせんとってや。I'll be back. はい、私です。何か不審者がいると通報があったので来たんですけれども、はい、不審者はどちらに行きましたか？なんかあっちの方に逃げてきましたけど。あっちの方？ちょっとブツブツ言いながら。ブツブツ何て言ってました？なんか赤はおらんし、なんかピンクはスカンって言って、この子に銃を向けてました。銃を向けてた、はい、分かりました。みんな、怪しい人はどっちに行ったかな？あっち。分かりました。じゃあ行ってきます。お願いします。はい。無事にレニちゃんを守れてよかった。うん、ありがとう。みんな怖かったね。レニちゃん、実際に110番をしてみてどうでしたか？やっぱり実際にするとこっちもすごい怖い思いをしてかけてるから、こうパニックになっちゃうっていうか、どう説明していいのか、こう考えれば考えるほど分かんなくなっちゃうっていうか、落ち着いて話すのがとっても難しかったかな。そうだよね。うん、うん、レンちゃんありがとう。うん、みんなも110番をするときは動揺することが多いとは思うけど、警察官が必要な情報を一つずつ聞いてきますので、うん、落ち着いて答えてくださいね。はい。それでは最後に行きますよ。皆さん準備はいいですか？せーの。以上、私たちみんなを犯罪から守るゆるキャラクローバーぜーん。ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとう。はい、ありがとうございます。